6月の終わり、午前5時、大阪市内ベイエリアに向け車を走らせる男の姿が。今日はね、大阪湾に来ました。もう1年ぶりぐらいですね、なかなかちょっと来てなかったんですけど、またね、レイドが、真ん中にね、接岸してきたんで、今回はね、インシュアゲームを楽しみたいなと思います。少し前の情報だと、まあ、サワラ飛んで青物もガンガン入ってきてるっていう話だったんで、まあね、インシュア独特 の、 青物とかを浅いところでガツンと釣ってね、ガンガン引っ張り回される感じをまたね、味わえればいいなと思って、今日はちょっと頑張っていきたいなと思います。男の名は島のインストラクター山本博人。幼少の頃父に連れられ餌釣りを覚えて以来、魚釣りが大好きに。今ではスーパーライトから超大物まで全国を飛び回るプロフェッショナルジギングアングラー。そんな山本がこの日やってきたのは、大阪市此花区の大阪ポートマリーナ。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。久しぶりでちょこちょこお世話になってはいるんですけど、はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。今日も元気そうですね。めっちゃ元気です。シーパラダイスキャプテン、伊賀義弘。この男もまた、父親の影響で5歳の時に釣りを覚えて以来、釣りと向き合う人生を過ごしてきた。サラリーマンを辞め、一念発起。24年前にガイドサービスを始めたという根っからの釣り好き。そんな男の愛娘もまたやっぱり釣りが大好き。アユチーの名で父親の船のサポートスタッフとして活躍するだけでなく、釣りのイベントに出演するなど幅広い活躍を見せているアングラーだ。最近大阪湾、はい、印象はどうですか？かなり流行ってるんですけども、はい、釣果の方は、はい、回遊物ですから、そうですね、サワラ青物、ベイトについて回遊してますんで、はい、今少しベイトが抜けたような感じなんです。で、ちょっと釣果が落ちてるんですが、はい、まあ回遊物ですから、今日もひょっとしたら大量に回ってきて釣れるかもしれませんので、はい、それに期待して、はい、今日も頑張りたいですね。ぜひよろしくお願いします、はい、楽しみです。はい、大阪湾インシュアゲーム、ターゲットは強い引きが魅力の青物。お、潮目ですね。やっぱり青物ちゃうんかな。青物ですかね。およいしょ、めっちゃ引いてる。元気やな。超元気。そして今度は両系のサワラ。来たよ、サワラやろ。サワラ、ほらでっかいやん。でっかいっすよ。ほい、よっしゃー、よっしゃー、いった。うわ、都会の港から出港し、岸の近くで手軽に大物を狙う、今注目の大阪湾インシュアゲームを楽しむ。ようこそ大人釣りクラブへ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、シマノの提供でお送りいたします。大阪湾で今人気のインシュアゲームを楽しもうと、港を午前6時に出船。インシュアゲームとは、岸に近いフィールドで楽しむボートゲーム。沖合の深場を狙うオフショアゲームの魅力と、防波堤などからキャストするショアゲームの手軽さの両方を合わせ持つ、今注目のスタイルだ。まず伊賀キャプテンが選んだ最初のポイントは、こちらは向こう側の一文字の沖になります。ちょうど港から出て10分ぐらいのポイントですので、青物を狙えるポイントになっております。山本、ファーストタックルはどのように選択したのか。やっぱりね、ブレードジグ、これで釣ろうかなと思っております。
巻くだけです。で、タックルの方もね、LJ ライトジギングの竿でこれでやってみようかなと思ってます。本当ね、他のタックルを使ってでもできるんで、で、これね、コツが早く巻くっていうことなんですよ。なんで、リールの方はね、バンキッシュ C5000 の XG を使ってます。水深もね、12-13m しかないんですよ。でもそこ取って早く巻いてくる。で、ガツンとひったくられて魚が釣れるっていうシステム。朝一番ということもあり、サワラを意識したルアーを選択。早巻きで反射的に食わせる作戦だ。まあ、一回そこ取って、まあ、そのまま一回で上げてくるのもよし、何回かそこ取り直すのもよしなんで、いろいろ試しながらやってみようかなと思います。周りではね、ボラがバンバン飛んでます。で、まあ、状況によったらね、ミノーとか、バイブレーションとか、そんなも使いながらちょっとやってみようかなと。ひたすら投げて巻くだけですね。で、まあこう探りながら扇状にこう切っていってもいいし、広く探りながら、まあ、魚の回遊に当てたりとか、ベイトの群れがおったらそこに当てに込む、当てるような感じで通していきます。本当に投げて巻くだけなんで、でこれでもいい時だったら本当ブリとかメジロとかがもう本当にね、岸からすぐそこで釣れるんですよね。あ、今追っかけたね。ボイルしとった、ね、キャストしながらも常に海面の様子をチェックし、次に投げる場所を決めていく。コツはね、ちょっと潮目探したりとか、ちょっとこう潮の当たってるところとか、そういうところをこう目で見ながら狙っていきます。もうね、魚が上ずってね、ボイルしてる時とかやったらもうそのまま着水と同時に巻いたりとか、そのレンジコントロールしながら釣っていくですね。当たりはもうドスですわ。ドスときます。突然ドンときて、水深もね、十数メーターとかが多いんで、魚自体がめっちゃ引いてくれるんでね、面白いです。こう底に潜るっていうよりはこう横っ走りしてくれるんで、なかなかエキサイティングで面白いですこの釣りは。突然やってくる大きな当たりを捉えようと、流行る気持ちを抑え、リールを巻く。反応がね、こうあんま上に浮いてないんで1回でこう巻き切るっていうよりも2回か3回ちょっと落として、ボトムから中層ぐらいまで今狙い中です。投げて巻くだけで釣れるけど、考えないと釣れへん時もあるんで、その辺がね、面白いです。ここで見切りをつけ、岸沿いを西へと移動。フットワーク軽く、次々とポイントを探っていけるのもインシュアゲームのいいところだ。ロックオアイランド周辺までやってきた。魚探にはベイトの群れが確認できる。それにね、アモンついとったらいいんですけどね。久しぶりに見たぞ、イワシの群れ。この日は数日前からの長雨の影響もあって、周辺河川の流入量が増加、塩分濃度が低下する水潮気味だ。ベイトはいるのだが、青物の活性が今一つ上がらない。こんな時はルアーがきっちり着底するのを待ち、海底付近から水面付近まで全てのレンジを丁寧に探っていくしかない。今度は岸寄りに向けてキャスト、探りを入れる。我慢の時間が続く。あ、サワラ、え、ボラやな。ボラでした。汽水を好むボラだけは元気だ。渋い海の状況を把握するため、父親の船でスタッフとして働く娘のアユチーも竿を出すことにした。さすがは釣り歴11年、様になっている。ちゃうな、
え？何かがルアーに反応したようだ。巻き上げてみると姿を現したのはエソだった。潮が動いていない時によく姿を見せるゲスト。やはり梅雨の長雨で海の状況はもう一つのようだ。サポートスタッフのアユチーも黙々とキャストを続ける。早くこの状況を打破したい。食ったよ。おっしゃ、これはなんだ、サワラか青物か。サワラちゃう。そこそこの手応え、一体何が来た。信じられへん。え、いや信じられへん。そんなんある。エソ、しかも大きい。普段あまり好かれないゲストだが、船の上には久しぶりに笑顔が戻った。インシュアゲームを楽しむにはさまざまなタイプのルアーを準備しておきたい。しかしたくさんあるため迷ってしまう。山本に持っておいた方がいいルアーを聞いてみた。インシュアゲームでやっぱりこう絶対持っといた方がいいよっていうルアーがやっぱりいくつかあるんですね。それが、まず僕がおすすめするのはこれ、メタルショット TG ボートサワラ。もうね、これ本当に釣れます。プラスそのよく飛ぶし、巻くだけでいいんで、すごい誰でも使えて、本当誰でも魚が釣れてしまうっていうルアーなんで、すごくね、僕の中でもすごく必需品なルアーになってて、タングステン素材でルアーのシルエットを小さくして、後ろのお尻の方はくるくるブレードが回って魚を誘うっていう感じなんですけど、インシュアが釣れる時って結構こう港の中の方にね、小さいイワシが接岸してくるんですよ。そのイワシがすごく小さい時なんかっていうのはもうこのサイズ感がこうぴったりなんで、すごくこうバイトが出るし、簡単にこうボトムから水面までをこう巻くスピードとか、投げる距離でこう誘うレンジを変えていけるっていうのがすごい便利なんですね。これを僕は一番よく使うかな。でも、どうしてもこう魚が浮ききってる時とか、ルアー自体がしっかり泳がないと食わない時があるんで、そういう時はね、こういうね、シュートジャーク、ミノーでしっかりこう泳がすっていうのも結構効くんですよ。でイワシが大きい時とか、イワシ以外の大きいベイトをかけてる時もすごい効くんで、ミノータイプもね1個持っておいてもらった方がいいと思います。でミノーってやっぱどうしてもちょっと距離が出なかったりするんで、巻くだけで泳いでくれて距離が出て、いろんなレンジが探れるっていう部分では、こっちねブレードも効くんですけど、このバイブレーションプラグ、サルベージソリッド、これもすごく効きます。ほっとけば沈んでくれるし、早く巻けば浮いてくれるしね、ゆっくり真ん中のスピードで巻けば中層も行ってくれるんで、距離が飛ぶし、巻くだけでしっかり泳いで、いろんなこうレンジを、キープしやすいのはこの、バイブレーションプラグっていうのもあるので、だいたい僕はこの3つがあると青物とサワラゲームは成立するかなっていう感じですね。で小さいこうイワシとかが抜けていってしまうと、どうしてもミノーばっかりとか、サワラが上ずってしまうと、どうしてもミノーに反応がある時があるんで、必ずねこのブレードタイプとミノータイプとバイブレーションを持っておくと釣れると思います。はい、あ、これなんか鳥飛んでますもんね。飛んでますね。行ってみようか。あ、こ行ってみます。はい。すぐ近くにくっきりとした潮目を発見。探検丸にもベイトの群れが確認できる。これに青物がついていればいいのだが。山本は前方の潮目にキャストして誘う。魚や。やっぱり当たった。来ました。来たよ。あ、これちゃんとした魚っす。だよ。本命のサワラか青物か。大阪湾で今大人気のインシュアゲームを楽しむ。小型ボートを駆使してフットワークよく岸からほど近いポイントを幅広く探っていく釣り方だ。ベイトの群れが現れた。山本は目の前の潮目にすかさずキャスト。
魚や。やっぱり当たった。来ました。来たよ。あ、これちゃんとした魚っす。よいしょ。来たよ。塩目ですね、やっぱり。それはエソじゃなさそうです、ね。これは違う。アーモンちゃうんかな。アーモンですかね。めっちゃ走んねんけど。楽しいでしょこれ。おお。もうそこね、岸見えてるし車見えてるとこですよ。潮目狙って一発。前当たりやったっすね、ゴツゴツゴツって。浅いからね、めっちゃ走るんすよ。なんやろ、青もんかな。青もんやと思うな。めっちゃ走ってる。うし、バレんなよ。おっしゃ、見えた。あ、見えてきた、見えてきた。あ、青もんや。ハマッチやね。ハマッチ。おお。よいしょ。めっちゃ引いてる。元気やな。よいしょ。はい、ありがとう。ズバス釣れました。あのね、投げて巻くだけです。で、多分ね、巻いてる時にゴツ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 って当たってたんで、多分ね、他のやつも当たってると思いますわ。このぐらいだと多分群れになってるんで、なんとかキャッチ、やった。手軽でしょ。とも投げて巻けば釣れてしまうっていうブレードね、インシュアのいいところ。ふい、リリースしますね。いいですか。3、2、1、よいしょ。帰っていった。無事帰ってきました。船酔いが気になる初心者でも気軽に船からの釣りを楽しめるのがインショアゲーム。ここ数ヶ月で楽しむアングラーが増えてきたという。その人気の秘密とは。船長、なんかもうインショアがすごい流行ってきてるって最近すごい聞くんですけど、はい、実感としてどうですか、船長でやってると。今年の春ですね、はい、4月ぐらいから、はい、例年は友ヶ島とか、はいはいはい、結構オフショアと言われる、はい、遠方へ出かけて、うん、そして青物のナブラをキャッシングしていくっていうゲームが今までだったんですが、はい、今年は4月からですね、神戸港内、うんうん、中でメジロとかブリのすごいナブラがありましてね。でそういうのも、まあ、一つ火付け役になって、うん、でインショアゲームという言葉が出てきて、すごい今流行ってます。お客さんも、まあ、家族連れとか女性の方とかもやっぱ増えてるんですか。そうですね、沖へあまり出ないんで、はい、出ないのであんまり揺れることがないんですね。そうですよね。ですから結構お父さんがお子さんを連れてきたり、なるほど、彼氏が彼女を連れてきたり、なるほど、そういう感じで今までになかった層の方がレンタルタックルを使って、はい、釣りに来てくれたり。すごいいいことですよね。そうですね、はい、新たなその釣り人が増えるということで。そうですよね、はい、でまあ、その若い方、小さいお子さんから、はい、まあ、女性の方とかやったり、はい、そういうのがなんかすごく広がるのっていいですよね。そうですね、釣りがきっかけでこういうのが広がっていくのってね、はい、今まではなんか男性のね釣りっていう感じでしたけども、ね、やっぱこう女性が参加してきたり、はい、お子さんが参加されると船長としても見ててすごく楽しい。そうですよね、はい、やっぱその、まあ、釣り方が簡単やったり、はい、やっぱりこう港からすぐっていうところがやっぱポイントなんですかね。そうですね。なるほどね、はい、やっぱ船酔いもしにくいんでかなりいいかなと思いますね。どうしてもこう砂酔いっていうのがまずこう一歩踏み出せない、ね、船に乗るまでのあれがあるんで、はい、それがこう解消されるだけでもやっぱ全然違いますよね。そうですね、なんか岸が見えてて、はい、その近くで魚が簡単に釣れるっていうのはすごい安心感があると思います、はい、しかもでかいですからね。そうですね。ブリとかね、はい、面白い釣りですよね。そうですね、なかなか今までなかった釣りなんで、はいはい、ぜひぜひいろんな方にね参加してもらいたいですね。そうですね、まずトライしてもらいたい釣りですね、はい、そうですね、はい、はい、次は潮通しがいい神戸空港周辺へとポイントを変えてみることに。ここは飛行機の離着陸を目の前で楽しめる何とも楽しいポイントだ。ちょっとね、厳しい状態です。でベイトもなくて魚もほとんど映らない状態になってるんですけど、まあ、諦めないでやっていきたいなと思ってて、でちょっとね、タックルも変えてリアルな BS
に変えます。広範囲に探っていかないとちょっと魚当てられへんなっていうことで、距離がバチッと飛んでいく方の竿に変えます。でリールは同じ、バンキッシュの、C5000XG で、もう今日ほとんど潮がなくて潮目もめちゃくちゃ薄いんですよ。でもちょっとこう少しこう潮の当たってるところとか潮目のラインの角とかそういうところをちょっと打ち込んでいって、まあなんとか当たればいいなという感じでやっていきます。でジグの方は、メタルショット TG のボートサワラ 32g ですね。これでちょっとやってみたいと思います。ちょっとこう距離出して距離出して潮目打っていきます。飛距離はやっぱ全然違うんでね、使い分けっていう感じです。本命のサワラを狙うにはブレードが欠かせない。その訳とは、こうターンがこう得意な魚ではないですね。だからこう早く巻いて直線的に追わすことによって、こうジギングだとどうしてもこうジグを横向けて落としてっていうのを繰り返すんで糸が老けてそこを噛まれて切れるんですよ。でもこのブレードやとまっすぐずっと泳いでるんでそこにこう追尾してきてドーンって食うんでブレイクがすごく減るんですよ。だからブレードでサワラを狙うっていうのはすごい合理的ですよね。切られないっていうところがすごく、切られないわけではないんですけど切られることもあるんですけど極端にやっぱ切られにくいですね。でも目で見てこういう平らなとこからサバサバってやってるようなこう潮目を全部角を打ったり中をやったりその端を通したりっていうのをやっていきます。もうそれしか手がないです。今日はベイトがやっぱ抜けちゃっててね、全然魚自体がいないんですよ。ただこうたまにサワラ跳ねてるのは見るのでいないわけじゃないと思うんですよ。チャンスがあればと思ってます。だからレンジと巻く速度っていうのを心がけると多分魚は食ってきます。本当に、ね、早すぎてもあかんし遅すぎてもあかんしみたいな、2秒で1回転刺すのか 1.5 秒で1回転刺すのかとかいうレベルでちょっとずつ変えていったらこうかかってくる魚も変わってくるし反応も変わってくるんで面白いですよ、いろいろ変えてみるのが。巻くだけで釣れるって言ってもそういう奥深いところもあるんでこだわってやっていくとめっちゃ面白いです。マックスピードに変化をつけて誘っていると、おー来た、おっしゃ来たよ、さあどっちだ、何でしょうか。サワラやろ。サワラ、ほらでっかいやん、でっかいっすよ。ええやつっすよこれ。ついに姿を現した。でっかいね。大事に行くわ大事に。ほい、よっしゃー、すごーい。よっしゃー、よかった、おめでとうございます。あざす、すごーい。もうそこですよ、陸そこでもこのサイズ。よかった、潮目っすわ、潮目。早巻きだけ。表層ですか、うん、中層ちょい上ぐらい。岸が見える近場でこんな大物が釣れる、これぞインショアゲームの魅力。さらなる大物を釣り上げようとキャストを繰り返す。ルアーがきっちり着底するのを待ち、海底付近から水面付近まで全てのレンジを丁寧に探っていく。もう一度そこから巻くスピードに変化をつけて誘うのだが、その後当たりを捉えることがなく。それでは終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー渋かったですね。ちょっとね、時期的にタイミングがずれてしまってはいたんですけど、まあ、でもね、一匹追いかけるのすごい楽しいし、言い方が釣れてくれたんで、すごいいい感じだと思います。よし、
まあね、これからまだどんどん良くなってきて、夏の方が夏に向けてね、イワシもいっぱい入ってくるんで、より釣果も良くなってくると思うんで、よりまたね、印象が盛り上がってくれたらいいなと思ってます。厳しかったね。厳しかったですね。でもめちゃくちゃ頑張ってたね。僕より投げてたんちゃう。いや、芝居なんか一本ほんまにすごかったです。いやいや、もうありがとうございました。ありがとうございました、本当に。まあね、印象おもろいもんね、こんな感じで。面白いですね。はい、まだどんどん、みんなやってもらえたらいいなと思います。今回のタックルはこちら。皆さんも気軽にインシュアゲームを楽しんではいかがかな。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、シマノの提供でお送りいたしました。